fight! Fight!
ちょっと待って、これゲーム音調整しないとね、いけないから。ゲーム音高いね。あ、どうすかね。ちょ、まあでも、いや今日はガンダムがすごい盛り上がってるな。もしかして今竜使ってくれてる方が男さんですよね、多分ね。あ、やっぱりすごい久しぶり見たっすね。そうですね、男さんね、うん、はい、超レジェンドプレイヤーじゃないですか。スーパーレジェンド、仙台のスーパーレジェンド、うん、あの男さん気になる方がいたら、あの03のね、そうだね、あの梅原さんが世界で、梅原さんが乗ってっからね、男さん、うん、当時のまんまで、そうそう、世界撮ったあの動画ね、うん、あれに確か男さん映ってますよね。そうまあそんなわけで、なんか最近 X ラジオと貸してるけどいいの間違った、それにまどやん。ああ。おーね、そう。あ。最近毎週始末屋さんと、なんか始末屋さんと話しに来てるような感じですよね。喋ってるよね。最近そうね。最近ずっと始末屋さんとお話しに来てるみたいな。間違いない。あ、いや。こんなもんで。これでもゲーム音でかいんすか。ゲーム音はこれでちょうどいいと思うんだけど、あとうちらの声のバランス、結構ねゲス君側がね強いから、はい、今ちょっと調整して、まあ多分これどっちもね、はい、ある程度ねうるさく聞こえてるはず。あ、なるほど、声の方が、はいはい、うん、
あとはまあなんかこうみんなこの配信台あれですね、意地になってリュウガエルしかやらないですね。そうですね、いや意地になってるっていうかワンピー側に座ってる人はみんなリュウしか使えないから基本まあいいと思いますよ、ちょうど噛み合ってて。あれですか、男さん竜使うんですか、 X だと。割と竜かな、まあ、つーか久しぶりすぎて竜しか使えないかな的な流れだと思う。個人的になんですけど、うん、あの12使いじゃないですか、サードと。そうそうそう、職人キャラを使うのかなっていう。もともとでも X はだよねその時って何使ってました、男さんは。あ、ずっと竜だって、竜だって。あ、X は竜なんだね。そう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 。いや、なんか、12のイメージが強いから、もっといろんなあの部屋の変なキャラ使ってんのかって話をね。サンダーホークとか。サンダーホークもありですね。うん。まあ、言うてもね。いや、もうせっかくだから、でも喋ってもらおう、一緒に、ね。配信で大丈夫かな。まあ、俺は一個に構わないよ。多分この2人はすごく面白いと思う。はい、配信中です。配信中？うん、配信中。何を喋っていいのか分かんない。何を喋って、まあ適当ですよ。こんばんは。こんばんは。はい、男さんです。どうもどうも。どうも。本当にね、すごい久しぶりに X やってみて、なんかリュウガエルって多分ゴブだと思うんだけど、うん、そんな感じです。もう、あの達人から言うと、ガイル使ってる人はガイルの方有利で、リュウ使ってる人はリュウの方有利で、みたいな、そんな感じらしいです。なんか、ねえ、よくもう対戦のセオリーがよく分かんなくて、もうただ球を飛ばしてるだけみたいな感じになってるけど、球が強いから、ね、このゲームそう、やっぱ他のゲームよりも竜の波動が強い、うん、でかい強くてでかい、でかい、気持ちいい、気持ちいいね、やっぱ球は普通に、そう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 、あと単純にね、コマンドが難しい、まあそうだね、出にくいですね、うん、それはどちらかというとね、わかるわかる、その気持ちはすごいわかる、うん、あ、はいはい、まあそんな感じで今日はまあゲス君、あと私始末や、あと男さんですね、ちょっと喋りながら、はい、見ていこうかなって、あ、ゲスさん行きました、ね、ゲスさんが行きました、ね、ゲス兼竜どっち今あれなの、 F1 は結構みんなやってる感じなのかな、やってくれてるね、あの金曜日はこんな感じでいろんな人が盛り上がってって感じで、いややっぱりね、いいゲームだね、いいゲームは人がつくやると、うん、やっぱなんか見てても楽しいしさ、やっぱ自分もなんかね、これ触発されてやったからね、うん、楽しいなとは思うけど、まあ金曜日はこんな感じで盛り上がってますいやーね、俺もいい大人があの30超えてギャーギャー騒いでるんで、いやー30だ、うちらも40でだって40で、僕ら40で躍動したからね、これ、はい、うちら40っていうかあれですよね、僕ら早生まれだから、あ、そう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 、個人情報だけど、うん、あの41です、あ、そうです今の波動飛ばれた瞬間のやっちまった感やばい、もうさっきまで一回も飛んでこなかったのね、そうそうそう、やっぱこれはもう嗅覚っていうか、まあ嗅覚っていうか、もう本当にねえ、戦略ですよね、まあ、やり慣れてるのもあるよね、だってさっき俺と対戦した時なんてさ、もう飛びすらいらないみたいな、もうずっともう要塞でそれだけで勝てるし、あれ早いでしょ、あれ見てからっていける、あ、本当に大基本で大、あ、大か中、基本でも大打つの多いかな、あれは無理お願いワンチャーン、どうぞどうぞ、うん、怒りの連行イン、わかります、結局見てから取らなくちゃきついのかな、なんか普通に竜巻の最後が後ろだから追っててもガードになるっていう話、なるほどね、風の話だと、なるほどね、うん、まあ入れ毒みたいな感じでもなるんだ、ただスカルとしゃがみ台板とかハマ、うん、ってればサマーで切り返されてちょっとまずいよってなったらいいな、まあそうそう、あのね、やっぱダイヤシーを使いたかったんだよ、うん、俺もね、でも結局踏み込めなくて、おうまっ、結局どこかで竜側もね、これリスク恐れずにどこかで取らなくちゃって、やっぱダウンさせなくて始まんないような気がするんだけど、そうダウン、結局球打ちでうまく交流で落としてでセットプレーっていうわ、これで、そのおうまっ最後飛びはちょっとねなかなか難しいところで、こかしてしまえば詐欺飛びに行くパターンがいっぱいあるんで、竜だったら画面中央だと足払い当たった後入れっぱで普通に詐欺になるんですよ、あ、ゼロスリーみたいに、はい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 、うん、
おうまっ、あ、そう、そんなの入ったね。そう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 、で今竜巻でキャンセルかけちゃったけど、あれキャンセルかけてなかったら普通に入れっぱで OK みたいな、はいはい、そっか、足払いから。なるほどね。昇竜の後も普通にタイミング見て、あ、うわい、このゲームってさ、大勝利の方が減るんだっけ、小勝利の方が減る、あ、減るな、うん、その辺もよくね、対空はどっちの方がいいとかもよくよく分かんないな。まあ、昔は小勝利でだったよね、うん、動けるフレーム、うん、確保しては早めに波動を重ねてから有利フレームっていうのをやってたけど、まあ、今は大勝利なのかなって感じで、まあ、まあ、力があるし、ま、そこから波動を重ねて安定なんで、まあ、でもケースバイケースで、ああ、この飛びの嗅覚ですよね。いや、でもやっぱでもリュウガイルは見てても楽しい、正直、うん、見てても楽しい、何年経っても楽しいですよ、ね、それは分かる。で次が、玉ねぎさんの DJ。 そう、なんかさっき DJ 見てたらさ、めちゃめちゃなんか玉が回るなと思って、こんなキャラだったっけみたいな、強いのガイルとどうなんだろうね、ほぼどっこいどっこいじゃないですか、弾の性能で。若干弾が 上寄りだから竜巻で抜けれないし、うん、弾が縦半球にちょっと若干だけどガイルより大きいイメージなんで、あー、なるほど、うん、じゃあ対空で弾とか普通に使えるキャラには使えるし、これはでもガイルはなんか辛そうだよ ね、しゃがみ 2P で中継が潰れて、うん、スライディングで触られた後に結局って話だから、これやっぱどっかでガイルも攻めなくちゃいけないのかな。体力リードすればいいんだけど、体力リードを、あー、してないとガイルが結局攻めないといけなくなるから、で、こうなるとも我慢大会で、まあそうだよね、スラを決めるか歩くしか、歩いて投げるしかないんだけど、うん、もうこんなのも時間切れ上等っすよね、これ本当に時間切れ上等の国だと思います。体力リードしてしまえば、あとはもうこれこうなったらもうガイルは無理したっていいから、そんなゲームだったっけ。シビアだよね、シビアだよね。しゃがみ中継スタッシュダウン取ってめくりからランチャンなんですけど、うんうんうん、スパイル側は基本的にもう無理をしなくていい、こうなったらもう、いやー、うまいなー、うまいっすよ、ほんとラリオさんのファイルが何でも使えるんだ、やば、やばい、うん、これはやりがいがあるね。ランチじゃないから、うん、普通にその嫌な前調整してソニック打ってくるから、うんうんうん、いやらしいんですよね。いや、これで押せるっていうのがさ、すごいなと思うんだよね、うん、押される立場だと思うんだけど、ガイルが、うん、これはね、完全にもう、ずっとやり続けてる人のやり方、あ、そうだね、うん、今回です、本当に一番、やっぱり、1、2を争うぐらい、私は上手いと思う。あ、そうなんだ。いやでもなんか嬉しいね、やっててくれるっていうのはさ、昔のゲームでもね、やっぱまだまだね、東北もゲームはいけるぞと、ね。それね。まあ、どうしてもね、対戦環境とかその辺の兼ね合いで東北はっていう、ね、イメージが若干あるかもしれないけど、まあ仕方ないですよ。いやでもそれね、ほら、やっぱりさ、アーケードにはアーケードのいいところっていうのがね、あるわけだからさ、やっぱその文化っていうのかな、そこはなんか絶やしたくないんだよね、なんか。それはそう思うな。まあこんな感じで対戦会金曜日に今、うん、スタジオ1でフリープレーを設けて、うん、やってるっていうのがやっぱ、うん、こういうことでも火を絶やさないな、そうだね、守っていけるんだったらまたやっぱやりたいし、あー、これはダメだ、これは辛い。そう、確かにね、こうやって毎週やってればさ、モチベーションも上がるから、そう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 、まあ、あとうちで大きい大会とかやれればいいんですけど、なかなかね、ちょっとそれは難しいんですよ、うんうん、まあそうだね、東京からじゃあやりますよって来るとなると、結局やっぱお金かかるし、うんうんうん、でやっぱ人数、ね、ある程度合わないとやっぱり大きい大会も成立しないから、うん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 、まあ、そういう意味で関東は集まりやすいっていうのもあるから、うんうん、やっぱり大きい大会っていうとやっぱ関東っていう、まあそうだね、うん、でもほら今のほらね、 e スポーツの流れでね、こういうなんか古いゲームもね、なんかよりもなんかもっとね、脚光浴びればいいかなとは思うけどね、うん、だからどちらかというとここで大会やるよりっていうか、ここで練習して東京の大会に戻ってきて、ね、うんうんうん、これは昔から変わんないんだよ、うんうん、そうだね、うん、だってうちらもね、ほら20年前なんてほら遠征行ってたでしょ、うん、西津とか行ったもんね、そうだね、そう、ほんと、うん、スト3もそうだしね、セカンドの時の写真まだあり
あ、本当に。それちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。県外勢で。恥ずかしい。でもスト3が一番行ったのかな、遠征だという。まあ、まあ、セーバーとかでもちょこちょこね、ほら高野君は、あの島津屋さんは言ってるけど、言ってるけど、俺も遠征行ったよ。ジョジョで、ジョジョ、ジョジョ。ジョジョで行った。ジョジョ。結構ね、勝ったけど。あなたはジョジョじゃなくてマブカップでも行ってるじゃん。マブカップやってたからね。そんなことでアメリカでと。いい勝負してたよ、うんうん、一応ね、クレイジーとか言ってたもん、ね、いやいや、そこまでは覚えてないけど、でもみんな、おなんか仙台やるみたいなね、うん、まあ、これ、チームが特殊だったしさ、あのとりあえず、ほら、アメリカ人のね、ガードフローだけどうにか抑えておけば、あうんうんまあ、どうにかなるかなと、まあ、ホテルの持続レーザーだ、ああ、それあったね、あの基本的にあいつ、あれだよね、あの時とかまだ俺が行ってたところとかケーブルとか、うん、あの辺だよね、そうあのジャンプライピー、そうそうそうバキューン、そうそう、あのマグニエードの A 級とかじゃなくて、そのケーブルなんたらリーダーみたいなサイクロプスか、はいはいうんはい、ああいうのが多くて、だからそこだけだよね、だから、うん、初手を間違えなければ相手も俺のチーム知らないし、あまあ、ね、いけるなと、結構特殊なチームだった、まあまあ結局は、うん、そうだね、まあまあまあ、ストームが強かったのがあるから、まあ、ストーム頼みではあるけども、はいまあ、先方の、ね、やっぱ剣でもやっぱそうパワーがあるからネタ殺しみたいにもできるし、結局まあ3人抜きもまあできるよねって話もなるんだけど、そうダーってね、殺すさすってね、基本的にあの剣の足払いが入ると8割出るというね、受け身が入らないって、そう、当たってもらうから受け身取りづらいし、そうそうそう、大変なことなんだよ、だから、うん、これは初めて、ドリカスとかでインターネット対戦やったときに、はいはい、楽しそうにやってる男さんを、俺は何回か見てる、あー、でもね、結局、そうそうそう。そう、あの頃はね、そうあの剣で足払いから前転してしゃがみアッパーとアシストが同時に当たるみたいな、で、エリアルでもうごっそりですよ、ごっそりですよ、で、その後微妙になんか隠れるから、間違えなければね、で、ゲージがあったら、危なかったら昇竜出っ歯から、アイスストームというこの超黄金の包帯と、包帯と、そう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 。いや本当にいいチームだったと思うけどね、結構マーブルの後期でも戦えたから、相手昇竜ってんのになんで出ないんだっていう感じでした。いや今のはでもね、今の難しい、俺は意識外だったね、いやむしろ反応する方がすごかったと思うけど、悪い点も完全にあの誘ってたんですけど、あそこで昇竜打ってまあセットプレーからもあったけど、まあこのゲーム言うても脇外側だったらやっぱ難しいんですよ、単純に。これでも結局これってリーは飛ばなくちゃ いけないのかな、そんなこともない、どうなんだろうね、ガイル側はまあ竜巻で一応リスクなく、あのリスク最小限で切り返せる手段があるから、うん、あんまり飛ぶ必要がないなっていうのよ、あ、どうだったら竜巻とか、そうこの辺で置き限りを、おー、うんうんうん、実際あのやってる人の 形式は分かんないよ、うんうんうん、そんなにガイル戦で飛んでるってそんなにないから、うんうん、まあ、なるほどね、うん、うまっ、あと、この時は空対空で切り返してればその辺ぐらいですよ、これさ、竜の大足速くない、今まで竜の坂道大足速いよね、これ、確か中足速いんだよね、確かね、そうだよね、俺もちょっと覚えてないけど、これはあのスト5の竜にちょっと分けてほしいくらいで、多分ね、これね、多分、お、うまっ、うまい、ね、一発当てればいいから、いやー、ほんと見てるだけでもこれは楽しいよ、竜ガイルは格ゲー大好きな人は多分竜ガイル見てると楽しいです、で、うん、あの今度ベガ竜です、うん、最近ラリオさんはガイル使ってある程度やっぱり飽きてくるって言ったら、ちょっと表現悪いけど、ガイルとベガ基本なんか好きで使うんですよ、ベガってこの時って何ベガ、カニベガ、カニベガってなんだっけ、自分で言うときなんだけど、ベガの種類が分かんないな、なんだっけ、これあれだよね、なんかジャックキック、ジャックキック、大キックが入るバージョンだっけ、X って
おば、あー確認してましたね、いいね、しっかり。でも結構暗い投げするから龍戦、龍の動き、そんなのあったね、うん、暗い投げとか今のゲームだってないよね、暗い投げを しようとも思わないでしょ、高め打線だったらもうそのまま食らって投げるみたいな、うまっ、遅らせ中継波動、あとめくりから昇達巻きで、裏から裏に回ってすぐ投げるっていうのが最強すぎる、うまい、うまいですね、今のも、いやもう今のジャンプ中盤とかさ、もう経験とね反応が両方合わさっているのは素晴らしいような、そこまでやってないし、この人、うん、いやいやいや、いやすごいよね、ちゃんとなんか用意しているものやっぱ違うなって、俺ならもうあんなところでジャンプできないもん、まずね頑張ってもしゃがみアッパーくらいで、今発見の経験値がなんかね、ゲッサンはサードだったり僕はセーバーだったり、男さんだったらね、うん、もういろんなゲーム03から始まり、ね、カップ、マップカップもやってたりとか、うん、最近ね、スマホでね、てっぺんってわかる、んスマホゲ、あのスマホのゲームでさ、てっぺんっていうのが出たの、10月くらいで、あーなんか鉄拳の、あの鉄拳のなんかカードゲームみたいなやつでしたっけ、覚えてないや、あのねカプコンの、そうカプコン、まあメーカーはね、ガンホーなんだけど、はいはい、まあ、なんだあれ、このね、歴代、まあ歴代というか、なんか昔からのね、カプコンのキャラクターがいっぱい出てるカードゲームで、なんかリアルタイムで動くんだけど、最近はそれやってる、ガンホーそういうゲーム出してるんですね、ガンホーって何なんだろう、テレビメしか分かんないから、ガンホーってパズドラじゃない、パズドラだっけあれ、うん、いや、あんまりあれ違ったっけ、でもなんかそんなゲームやってたと思うけどね、あのこの辺あの40代だからね、今時のスマホゲームはそんなに、でも俺あのね最高っていうか、ほらね2月前のねレオリウス杯では一応66位までいったの、うん、やり込みでじゃない、うん、1回本気で頑張ろうと思ってーずーっとリュウ使ってるんだけど、うん、ちなみにこの組み合わせは分かんないな、俺この組み合わせは分かんない、お剣だ、剣はちょっとね、わかんないですよ、なんか普通に投げられたら終了のイメージがありますけど、こっから中継投げとって感じです、なんか結局もうなんか剣のイメージってどこかで勝利を当てて投げるしかないような イメージなんだよ、そうだよね、もうこうなったら強いよね、こうだったら強いよね、うん、で、あと勝利で引っ掛けられる、あーうまい、スイートプレー、あー見えない、今のはでも昇竜じゃなくて正解だよね、むしろ昇竜だと落ちない、多分、うんうん、多分スカールよね今、うん、あの剣の台は昇竜前に出すぎるんで、うん、めっちゃ早らしい小昇竜だったら大丈夫だったかな、多分こっから上入れたり下げ取り、あ、そうだ、そうだ、あったね、うん、これちょっと歩いてなんかいろいろ仕掛けようとしたのかな、しかし、うん、いやーこうやって見ると上げて強い、いやいいゲームだね、早い、あとゲームのなんかすごいテンポが早い、1試合がすごいあっという間に終わるしさ、フリップでなんかみんなでやるには持ってこいんだけど、だって今のゲームなんて言ったら波動拳ジャンプされても死なないじゃん、このゲームほぼほぼ死ぬじゃん、ね、ほぼほぼ死ぬよね、そうね、そう、うん、だって3段でピョるんだよ、だって命が儚いんだよ、この試合は本当にこれはゲーセンも儲かるって話だよさいやでもサービスから、まあ、これ中継勝利とか中継かの釜払いとか、なんかそういうのをやってた気がする、ワンチャン、インプレス掲示会でバックジャンプするけど読んでる、やばい、もうゲームの内容俺全然話してないよ、とりあえずごめんね、なんかね、おーうまい、うまっ、インプレス掲示会のスイジャン、あーヘッドプレス間に合っとる、今のはかくったの、かくった、まあ、そっか、でも剣の波動だからさすがに隙が多いかね、あんまり勝利を引きつけすぎると確か負けたはず、あーそうなんや、うーん、あの S 剣とかだったら勝てるけど、はいはいはい、S 剣はそんなに、うん、出かかり完全無敵ってわけじゃなかった気がする、 S 剣は上昇中完全無敵なんですよ、これでも X のベガってあんま強くないよね、多分、あ、違うんだっけ、まだいける、ダッシュとどっちっすよやりたいもん俺も多分ね、ダッシュのベガ使えばいけると思うよ、ダッシュはあかん、ダッシュのベガで、ダッシュはダメ、本当に喧嘩になったからね、あれ、お、残念ですか、いや、今日ね、ちょっとあのね、今日朝来て一人用でやってたの、
久しぶりにね、ザンギにね、勝てた。コンピューターだよ、コンピューター。完全におじさんの会話。本当ね、攻略が難しいなと思ったね。だって、あるってスキル、スキルだよ、スキル。ね、この時代、本当に強かっただと、今日嬉しくてさ、本当もう20年ぶりくらいにバルログまで行った。今日、うん、でバルログでボコボコされたんだけど。おま、やっぱりこのゲームもそうだけど、当時の、アーケードゲーム、うん、SNK の、うん、ガローとか、うん、KOF とか、はいはいはい、みんな強いから CPU が、あでもそうだよ、うん、鬼ハンド、いや、今日なんてね、俺、竜でしゃがめて怪しい打ったらさ、うん、なんかすぐにコンピューターが昇竜合わせてきて、キャノンスパイクみたいなさ、竜の大野心だよ、そういう反応するなって話でさ。アルゴリズムを覚えて、覚えないと、ね、と負けちゃう。そうだよですね、うん、X だったら、ほぼ全キャラ対応でしゃがみ中 P とかしゃがみ中 K 巻いてると飛んでくるんで、そこを対空してくるっていうのが基本の仕様。あ、そうなの、あ、そうなのね。そう、うん、めっちゃ真面目になってきた。割とセオリーです。おー、だって、超反応でハード打ったら飛ぶし。そうだから、その超反応を利用して反応する技を巻いて誘って撃墜するっていうのが CPU 戦の組み方です。なるほどね、うん、思い出したかもしれない。思い出したかもしれない。だから94とか俺まだ CPU 戦覚えてます。あの KOF94 と94のコンピューター戦ってあれじゃないの、あのなんかジャンプ大事ってショーでピョって、そうまたその後なんかループじゃないの。草薙京とか CPU めんどくさいんですよ。草薙京はタッチ強 P 連射すると、うん、なんだっけな、あの足払いだかなんだか空振るんです、うん、でその後足払い空振ったと絶対に闇払い言ってくる、うん、そこでフルコンみたいな。あのそういうなんかパターンが各キャラあるから、そういうのをなんか詰めてやってた記憶あります。これ多分ね、視聴者がね、多分3000人くらいいても分かる人、多分3人くらいしかね、多分3人いるかいないか、多分本当にやってる人じゃないと。ああそうだね、うちらの時代はこれゲームセンターがさ、ね、スコアとかやってたからね。ワールドヒーローズだね。ワールドヒーローズだね。ワールドヒーローズだね。最近ね、友達となんかそんな話してさ、ワールドヒーローズ、なんかジャンヌが強かったねとかさ、そうだよね。そんな感じ、そんな感じ。2も強かったけど。2も強かったね。ワールドヒーローズ2で、当時中学生だったから、CPU ずっと対戦して、今やってるじゃないですか。100円もったいないから、どうやってネオディオ、ディオまで行けるかとか。そうやってました。でもやっぱその辺がね、やっぱ昔のなんか楽しみ方だよね、今とは違ってさ。そばの神田で、やってきまして、あの時の飯を全部ゲームに。そうあのね、最近じゃないんだけど、やっぱあのね、うちらがさ学生の時ってさ、本当にゲームするのにお金がない。だよね。で、飯削ったりとかさ、それ普通じゃん。そうで、最近ゲーテンに来るとさ、もう100円が減るの早くてさ、早い。もう、本当にそれも全然なんかさ、苦じゃないじゃん。やっぱ働いてるとさ、そう。だからそうなると、この商売に関して、ちょっと安くなっちゃうんだ。あ、それはある。それはある。うん、昔は必死だったじゃん。正直さ、負けたくもないし。もう今日できていいよ。そう。もう今日遊べねえよ、だから負けたくないって、いろいろ考えながらやった。結構みんなではないけど、そういう人が多かったのか、やっぱだよね、やっぱそういう、でも、やっぱそういう人はやっぱ強いんだよね、やっぱ命を削っているからさ、そう。懐かしいですね、僕もね。楽しかったなって思うよね。今日は2名、ああ、いや、でも、多分下手するとこれ1名、うちの子も。自分で撮ってる枠と、あと向こうで今さ、配信で確認撮ってるもう1枠で、ワンチャン誰も見てないまでは。いや、あもしあれだったらね、俺ツイッターにでもちょっと出しておけばよかったかな。いや、俺の方のアカウントで。ちょっとね、ちょっとだけ知り合いが今いるから、スト5とかね、そういう関係で。みんな今日はもう譲り合いのもうこの微笑ましすぎるじゃないですか。いやもう、いい光景だよね。もう20年前では考えられない。おじさんニコニコだよ、みんな本当に。本当おじさんニコニコ、うちらもニコニコだけど、譲り合いです、うん、みんなのマナーがいいんでね、本当に。いや本当もう今日ね、対面で対面するときは、これ外
外でこの表情してたら職質食らうぞって顔してやった、うん、いやでもほらね、ゲームやってる人はそれでいいのゲームやってる人は普通じゃなくていいの、うん、そうそうそう、何かしら変でね、いいと思うんだよね、格ゲーしてる人は。それがいいとこ。あ、ワンチャン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 、負け。もうダメです。まだでもゲージが溜まればワンチャンないね。ないね。ないね。なかったね。ないね。削りがあるんだもんね。そう、削りもあるし、今のは、かする位置で、ナイトメアで終わっちゃってる。このゲームガーキャンないんだよ。そうだね、そうだね。6発ぐらい強制ガードなんで、ユニクレスの時は立つ。ガガガンガガガン。これでもちょっと、いや分かんないけど、なんか見た目的にはザンギの方がいけそうな感じするんだけど、どうなんだろう。落ちてしまえば、落ちてしまえば、ベガ終わりなんだ。結局ベガも近づくしかないから、どこかでカウンターでダウンさせて、まあそうだよね、うん、だから多分やり方はこうだよね。あんまり真面目に付き合っちゃうとまずいから。うまっ、こっからだよね。あ、終わりか。あ、終わんないか。まだない。今のはあのスクリューが一応入った箇所なんですけど、まあ難しいです。あ、今ダブラリだよね。今見るよね、2つ投げられちゃうもんね。これ投げられるとこ全部スクリュー回してればいいっていうのですけど、まあ余計です。いやこれペガ、あ、歩くの早っ。本当にね、移動がすごい早い。あれでもガードしたらスキルって入んないの？一応ギリ入ったのかな。フレームはちょっとわかんない。ちょっとめり込んだら入りそうだけどね。めり込む、うん、ちょっとね、さすがになんか弱先端とかはちょっと無理そうだけど、うん、あ、もうね、シュッ、カペース開いた。カペースが開きました。もうね、ここ僕喋ってるんで。あ、じゃあ、うん、っていうかもう多分誰も遊んできた方がいい。いやいや、でも誰もいないんだけど、今ほら見てる人がもういないから。全キャンなしだったら全キャン OK なんで今全キャン、いやまあまあ俺はもちろんね人に合わせますんで、うん、全キャンはしませんよ。いや今日ね、久しぶりに京介のをなんか真面目にまたやろうと思って今日の朝からで、今日めっちゃムック見てたの。なるほど。ムック見て新しいことね、ね、なんか探してたんだけど何にもない。弱いことがもっと弱いのが分かったの。辛い。立ち小パンチがねプラス6なんだ。一見すごいと思うじゃん、うん、でもその後にもう大体プラス6とか7つから、その後の入ることがないんだよ基本的にね、うん、そこがね、芸術のところもないスタートかね。そんなことを今日の朝から。京介は、まあ、カプコンバース SNK2 のねお話ですけれども、じゃああれかな、なんか、うん、やってくるかな。うん、じゃあ、はい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 。じゃあということでまた、はい。はい、はい、じゃあ男さんがね、普通にあのゲーム遊びに行くので、まあ僕が適当に喋りますか。あ。まあ X でもね、カップ S でもどっちでもいいよ。さあ玉ねぎさんがザンギフで、向こう DJ がラリオさんかな、変わらず。ラリオさん何でも使えるからな。あ、そんなわけで格ゲーおじさんのね、懐かしトークが、あ、ゲッサン戻ってきた。ゲッサンが戻ってきたよ。はい、今ザンギ DJ ですね。そうですね、うん、いい勝負ですよねこれね。これは、うん、そうなの。結構やっぱザンギが辛そうに見えますけど、うん、走っちゃうと結構 DJ も辛いんじゃないですか。うん、うん、はまるんですよね結構。なんだっけ、結構はまっちゃうんだ。膝ジャンプ中継とか一回ダウン取られちゃうと確か立ちジャッケ詐欺重ね でジャック出しちゃうと、なんかあのダブラリ食らってもう一回みたいな。はい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 、うん、あーお上手、あーお上手、あれ渋いですあれ見ないねなんか金ちゃん蹴りみたいな、バーンみたいな、えぐいですね、うん、あの近距離立ち体系。なんか確かそう詐欺る方法があったはずですね、残念が。ちょっと忘れちゃいましたけど、
この組み合わせ割とレアですね。 F1 だとの試合だとこの組み合わせそうそう発生しないからアンドレさん来た時ぐらいですね。ああはい、うん、アンドレさん、そうですね、そうそうそう、前回あの妖怪妖怪言ってたアンドレさん今みたいな感じ。そう、あ、なるほどね、うん、あれで避けるの、あれ避けるの、ジャックじゃ抜けられないんで。なるほど。ああああツーヒットすんだ、ひどい。なんだっけかな、タッチジャッキーの後に、はい、タッチジャッキーも下げられて、でスクリュー、その後スクリューすると、スクリューにジャックやっても多分ダメだった気がします、確か。でまたこかされてみたいな、はいはい、うん、ちゃんとやるとザンギ側がかなり、だからその転ばなければ DJ 結構いけるんですけど、なるほど、まあ、こういう感じで割り切って飛ばれると結構きつかったりするんですよね、まあ、あれ返せないですからね、うん、DJ タッターガードしちゃって、うん、ここからまああとは離れて DJ がどんだけ、うん、まあどちらも立ち弱系にしろ飛びにも詐欺飛びにも弱いじゃないですか、うんうん、DJ ってはいはい遅いですからね、うん、全部の技が、あうわあの技見るとね、うん、ワールドヒーローズのマッスルパワーを思い出すんですよ。うわはい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 、うわはい、まあこっちがオリジナルっていうかね、うん、最初なんですけどね、自分ファイターズヒストリーダイナマイトのマーストリウス大好きなんですけど、ま、なるほど、はい、あのありますよいや、あれ難しいですよね、マジで難しいね、わざ出ないですよ、ほんと、わざかね、うん、すげえ渋いんですよね、入力が。ガリオさん、ワールドヒーローズじゃないや、あの、まあ、あのファイターズヒストリー大好きっすよ。あ、俺も大好きなんですけどじゃあ今度一緒に入れときますか、X の横に横あたりで。全然いいですけどね、ファイターズヒストリーもフリップでやってくれんだったら全然ありだと思うけどね、はいはい、うん、ファイターズヒストリーなー、確か 2枚あったからな。あ、本当ですか、うん、はい、その気になれば2セットはいけたはず。はい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 、うん、まあ結構面白いんですけどね。そうですね、うん、まあ、あれもフリップでやった方がね、一応常時確かあれも100円サンプルだった気がするな、命が儚いゲームだったから。あれザジーとかで普通に死ぬんだよ。はい、ザジーはすぐですね。そう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 、だから俺ちょっとあれザジーがやっぱ強すぎて。そうだね、うん、あの店員バがいた頃ザジーしかあいつ使ってなかった。え、あの店員バがいた頃、ああ、はい、あいつザジーでしたね。こいつぶっ飛んでんですよとか言いながらなんかひたすらザジーやって俺らに嫌がらせしてたっていう今どこに行くかね。今わかんないっすね。そうだね、ほんと早く戻ってこいこの野郎みんな待ってますよね、多分ね。あ、そうですね、みんな待ってますね、うん、いやー10時今日はでもあれですか、今日はね、そこまでスト2大好きな人来てくれてないですか。そんな今日はいないですねまあなんかいつもね、なんか来てくれるんですけどね。そうまあ今日は今日はたまたまいないとかね、はいはい、うん、もしかしたら先週の配信でなんかすごいこと言ってたとかするんじゃない限りは、まあすごいこと言ったら即座に炎上するんで大丈夫、炎上してないから。いやでも男さん結構ね、いろいろお話ししてくれたみたいですけど、うん、まあ懐かしい話題を提供していただきました、うん、やっぱすごいですね、男さん喋ってる時は みんな見に来てくれてたあんま変わんなかった今日はねみんななんか他になんかいろいろあるなと思います。あ、はいはいはい、うん、まあ、わかんないけど、もうベンダさんにもね、おしゃべりしてもらおうかなと思ったんですけど、まあ、ベンダさんもう一回始まったら止まんないから、あの人、あ、一回もうすげえ入っちゃってるんで、対戦ね、うん、もうね、うん、止まん、もう絶対や終わんないもん、あの人、うん、もうやる気ですからね、ベンダさん。そうベンダさんはめっちゃやる気勢ですね、本当に。いやこれでもザンギー DJ な、どっちも辛いだろうな、これ、うん、どっちも幸せにならない、うん、どっちが、DJ 側の方がめんどくさいのかな、多分。ああ、うん、どっちもどっちかな、でも確かに DJ の方がめんどくさそう感はありますね、うん、あー、噛み合った、うまい、噛み合ったっていうか、いい読み。あ、結構やっぱ残儀の一点読みが結構強いんで、うん、この組み合わせは。あ、まあ、その分 DJ も処理る能力はかなりあるんですけど、うん、一回通されちゃうとっていうのがありますよね。味のある組み合わせ多すぎなんだよな、このゲーム。ほんと
なんつうか癖があるというか、あ、はいはいはい、うん、悪が強いですよね、どの組み合わせも、うん、なんかやっぱこう技の相性とか、うん、いろいろ分かってないと、そうそうそう、だから勝負になら、勝負につかな、うん、ならないから、うん、残念だとか分かってたって無理でしょ、あんなの、そう、知識勝負になることが多いですよね、ね、うん、このぐらいのレベルになっちゃうと、うん、あ、ワンチャン生まれました、あ、ワンチャンなかった、そうだから DJ 側も大変なんですよ、これ。そうですね、ああ、一、うん、回接近許しちゃうとああなっちゃって、そうだ、一回もこう事故らせないように立ち回らなきゃいけなくて、飛び通った瞬間もう終わりですからね、うん、そうそうそう、うん、でこれを通さないようにちゃんと DJ 側はためを維持しつつ立ち回らないといけないっていう、うん、あとは基本的に残儀に当て投げとかもいけないんで、うん、そうですね、うん、回されてる可能性高いから、そう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 、それも辛いところですよ、その DJ の結構いいところって、うん、1回こかしたらどっからでもまあめくりいって、うん、ガードが見にくいめくりに行って、はい、そこから、ね、あのコンボ入れて殺すみたいな、うん、まあ、入っちゃえば終わりですからね、うん、だそれが結構強いんですけど、まあ、でもこっちはあの残儀はね、飛び通されちゃったらもうガードしちゃしてもダメだから、結構疲れるかなと思いますけどね、見てる感じ、うん、わかる、残儀は、その、残儀側は別の意味で疲れると思うんですけど、あの飛び道具をどうやって回復するのみたいにそう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 、なんでこんな中央で格ゲーのシューティングゲームやってんだろうみたいな、球がでけえし、引きもでけえみたいな、そうそう、心折れないようにしなきゃいけないんで、はいはいはい、まあそれは投げキャラ使ってる人みんな宿命じゃないですか、うん、まあまあまあ、うん、その分ね、あの気持ちいいポイントもあるんで、投げキャラは近づいて焦がしてしまえば、うん、あとはお前分かってんだろうと、うん、そこまで行くまでにどうするかなんですよね、うん、そうですね、そうで、あの外で見てる分にはそういうの見てて面白いですね、あ、面白いですね、やりたくないって僕らは基本やりたくないって、もうはめられると最悪ですから ね、 ね、うん、このミス珍しい、でも、まあ、竜とかだったら残儀戦結構面白いですけどね、でもあれ残儀よりなのね、地味に、まあ、若干残儀かなってところだと思うんですけど、 5.5 から6かね、やっぱ単価がちょっと違うんですね、その読み合い、例えば読み合い成功したときにの単価が全然、まあ、例えば、まあ、残儀は大体スクリューとかだと思うんですけど、竜とかだとやっぱ大足一発とか、はい、そんぐらいになっちゃうんで、ただね、時間差がね、そう、あんまり当て投げに行けないんで、うん、投げで削るってこともできないんで、基本的に鎖骨もわあのフレーム空いてると普通に投げられちゃう可能性が、危険性が高く、そうそう、ね、入っちゃえば強いんだけど、ただ、うん、鎖骨って基本ド密着で当てないとリターンが取れないから、そうなんですよね、竜側はね、残儀に1回でもスキルとか回されちゃうと、うん、そうそうそう、でそこから攻守逆転で大変なことになるから、うん、はい、入れば強いけどな、そのスクリューを読んで例えば昇竜とかやったとしてもやっぱ昇竜拳一発なんで、うん、それね、本当ね、うん、ただまあその単価だけで言えば残儀なんですけど、まあ逆に大足とかそういう地上戦は竜の方が当てやすいんで、うん、いやこのゲームは俺残儀結構ね、足結構こいつもできるとイメージあるんですよね、うん、大足長いですからね、長いし速い、うん、このゲームは他のゲームだとちょっと微妙な性能してるけど、うん、X の残儀の足払い、あの大足は結構速いかな、うん、でもやっぱ残儀使いからするとやっぱ遅いみたいですね、遅いの？でも実際フレーム的には遅いんですよ、なんですか、ダッシュ残儀とかすごいですけどね、あ、なんか速そう、ね、すごい速いですけどね、あ、見えねえ、理由が無理、あれでめくれるんだあれでめくりなんだもう玉ねぎさんが今、うん、すごいやらせない表情でこっちを見てましたけど、うん、あ、男さんチェーンやらせないね、あんな見えるわけないしねあれってどっちガードしたの今、うん、あーなるほど、表だと思って正ガードしてたらめくりだった、なるほど、いやこのゲーム見た目がめっちゃめくりなのに表カードとかいっぱいあるじゃないですか、あるあるあるベガとかいいで、ベガとかいいで、ベガとか中継でめくると正面だから、うん、そう、俺本当にこのゲームやりたての頃、うん、
もうめくりだけで殺されました。なんでガードできねえんだよみたいな。これでこのゲームでなれるとこの03がまた違うんだ。そうそうそう、03でめくりだと思ったら正面だった、でわかんねえこれ、なんか最近のゲームにはない感じですよね。もう、最近のゲームは 裏にいたらもうめくりだし、表だったら表だし、ゼロスリー違うんすよね、あれ、技重ねると正面でフレーム開けるとめくりとかわけわかんない、あの仕様だから、あれはちょっと難しいですよね。あ、無理でしょ、あんなの。はい、ら死にます、死にます、死にます。そうそうそう、あの一回飛び取ったら即死です。はい、こういうゲーム、フリップでよかった今日。そう、これはね、あれです。だってあの10秒で33円なくなると思うとね、ちょっとやるせないでしょ。でこれもうさっきザンギ DJ やってたじゃないですか、これ今度こう逆なんですよ。リュー DJ になると DJ がザンギっぽいことしなきゃいけないんですよ、ね、あー、はいはいはい、うん、こうやって球打ち合うふりして、まあさっきで言えば地上戦とか、そういうのやるふりをして急に飛ぶとか、この DJ がそういう感じになるんですよね、まあ、実際でも、なんだ、飛んだ時の竜の対応が他のキャラより難しいんですよ、竜側が。立ち受けで落ちない足払い対空もちょっとでも前ミスってしまうとジャンプ台系が刺さるとか、あのホンダとかすごいやってて簡単なんですけど、DJ は話別ですね。波動拳、波動拳、前を間違ってなければ DJ も足払い対空できるんだけど、ちょっとでも間違ってると、ジャンプ台系ブシーって刺さって痛い。あと波動対空が全あのかなり難しい、この組み合わせって。そうですね、波動体育がね結構難しい、うん、困ってる、無理、困ってる。マシンコロッパってなんでマシンのアッパーなの。結構コツいるんですよね、なんかその DJ 戦って、俺未だにこの DJ 戦は慣れないです、やっぱり、慣れが結構必要ですよね、普通に波動ストリームっていうんですか、はいはいはい、やってると普通にジャンプ台系で頭蹴られちゃうんで、別にあの地上に伝わらなくていいんですよね、そのジャンプ台系が、そうそう、別に DJ 側は大丈夫なんで、そうそうそう、手とか波動に一発、あの足当てるだけのジャンプ台系、これね、これその後のジャンプ台系の後の、読み合いがめんどくさいんですよ、竜側が。そこでもし中足とかスラとか食らっちゃうと、絶対めくりいかれちゃうんで、で見えない、見えないからワンチャン死ねると。そうそうそう、だから焦ってジャンプ台系先端で頭蹴られて、で焦ってダイヤシとか打っちゃうとそこ見られてスラーで狩られて、ですぐめくりいっちゃうみたいな。 DJ のスラーの性能いいっすからね、地味にね。あれ、ブランカになったこれもちょっと分かんないかな。これはまあ面白いですよ、ただブランカ側がすごいきついと思うんですけど、波動はやっぱ打たれてるだけで基本つらいですからね。ただそのバルロングと一緒で飛びが鋭いんで、ブランカ、ね、一応波動見てから飛べるんですよ、波動見てジャンプ台系差し込んでみたいな。上手い人だとそういうの結構やってくるんで、だから竜はもう結構フェイント入れたり、波動めちゃくちゃ今出すポイントだろってとこでちゃんと立ちシューパン振ったりして、はい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 、釣ったりとか、でその立ちシューパンを呼んだら、まあ、あのリバーランに行ったり踏み込んで台足行ったりとか、はいはいはい、でローリングしてこかしたらローリングしてガード分かんないようにしてみたいな。このどうしたらいいのこの組み合わせみたいな顔してましたね。しゃがみ中盤が機能しますね、竜側の。そうですね、スラが潰せるから、うん、シリーズ共通ですよね。しゃがみ中盤でスラ潰せるのはカップ S も一緒だし、X もそうだし、そうですね、まあ、でも潰れないゲームもありますけどね。まあそうですね俺潰れるゲームしかやってないからいや、そのとおり足払いがね、カップエースも割と潰れなくないですか。あ、結構前合わせれば潰れる、こっちほどじゃないけど、結構だから潰れないゲームは潰れないんで、ただその代わりにあれとか、空振ってあれとか足払いとかあるから結構地上戦するようになる、なりますね。で要は基本波動を調子乗って打つとジャンプ台系で蹴られちゃうんで、まあその辺ちょっと竜は気をつけながら、ああやって岩車波動とか、意表ついた岩車波動とか、やっぱな、オカマ飛びされると辛いんだよな、この組み合わせは。本当ジャンプ台系出すか出さないかギリギリの間合いから飛ばれた時の、あの飛びの対応が本当竜側が辛いから、でこれお互い飛べなくて、あのブランカに飛ぶと中盤とかで落とされて、でそこから漂流、そうそう、ローリングとかわけわかんなくなっちゃうんで、まあ、ローリングだったり、まあ、ジャンプジャッケでめくられたりとかしてめんどくさいことになるんで、
で竜に飛んじゃうと、まあ、昇竜拳で落とされて、まあね、であの置き攻めで中ゴスとダイヤシとファイヤー波動で3択になるんで、そうなんだ。要はその一応ダイヤシもちゃんと重ねれば、うん、ローリングも枯れるんですけど、はいはいはい、ただローリングって足元に判定がないんで、うんうん、出ちゃえばダイヤシ潰せるんですけど、はいはい、ちゃんとダイヤシ重ねられると無理なんその判定がまだ空中になる前に潰されちゃうんで、あ、なるほどね。でそれと思ってシャーミンガードしてると中ゴスの先端、はいはいはい、とかで殴られちゃうんで、なるほど。でも立ちガードするとダイヤシが当たる、なるほど。でそれを嫌がってバックステップみたいなのあるじゃないですか、ちょっと名前わかんないですけど、あれでどっちも回避できるんですけど、ファイヤーハードを置かれると焦げちゃうんですよ。なるほど、うん、その3択になっちゃうんですよ。だからブランカ側も安易に飛んじゃって昇竜で落とされると面倒くさい択に付き合わされることになっちゃうんで、すげえ。だからずっとあの地上で中盤やったりリバランス先端頑張って当てたりとか頑張って やってるんですよね、いうブランカ戦って、はい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 、ブランカも大変なのね。みんなもうなんか懐事情大変みたいな言い方してくてみんなもう不況だから釣れんだよみたいな、うん、いやこういうこの人でこうね、うん、もう20年経ってもずっと戦い続けてますからね、中田キャラクターもね、未だにいろんなシリーズで ね、はい、うん、技を変えて新しい技習得して、うん、でも年取らねえんだあいつら僕らだけ年取ってますからね、そう僕らだけ年、はい、中身だけ年取ってるいや切ない、うん、だってジョキャラとかもね、うん、もう戦えない年になってるはずですけどね、うん、あれだってなんだっけな、本当にスト2出た頃とか、はい、西暦で誕生日があったんですよ、はい、チュンリーとか、はいはいはい、チュンリー確か今その誕生日のその公式設定を今生かすんだったらチュンリー相当ヤバい年いってるんでそうですね、もうおばさんですよね、おばさんっていうかおばあちゃん片足突っ込んでんじゃねえかレベルいや僕子供の頃でしたからね、スト2とかやってたの、そ、うん、んなこと言ったらな、うん、KOF でアテナってキャラいるじゃん、はい、あれ俺中学校の頃で17歳とかで設定だったんですよ、うん、あ、そっから、はい、中学校だからだいたい15ぐらいでしょ、そこから25足すともう、うん、ね、アテナちゃん今何歳ってなるわけですよ、いやなるほど、17足す25はみたいな、いやいい年いってますね、やばいですね、はい、まあ、それでも始末屋さんより年下じゃないですかね、それはないなそれはないだ多分年上っすよ、アテナ出た頃も年、だって中学校の頃でもうアテナっていたから、そうかそうか、年上年上、あ、若干、うん、若干1年か2年でも年下だもん、あいつらいつまで経っても年取んねえからずりーなーって、あー、なるほど、うん、いやこれでもね、リューブランカ戦は本当に面白いですからね、へ、うん、俺は結構好きなんですけど、で、やっぱそのお互い飛べない組み合わせで、うん、飛び落とせないと、はい、やっぱりおい、ちょっとちゃんとやれよっていう、はいはい、組み合わせなんで、好きですけどね、すごい、なるほど、うん、それ落とせないと、ラリオさんにお前ちゃんと落とせよってやっぱ言われちゃう、いや、言われるかもしれないね、うん、いや、昇竜、でも優しいんで、出ないっすよねって言われて終わりです出ないっすよねって言われて出ないっすよねって、出ないところをね、ひたすら攻めてくるから、ね、そう、ずるいが、ずるいですね、残儀になる、お、残儀で回したい気分、回したい落とし、まあ、結構楽しい、それなりにいい勝負とか、うん、こうできるキャラを選んでくれてるっぽいですけど、ね、うん、本当にこれ好きだったらダルシムとかバルログ選ぶもん、ね、そ、本当だったらもうね、うん、かぶしたもん早い、じゃあねっつって、うん、ね、あったけえからなみんなな、うん、さっきほら残儀で負けた時に DJ にチェンジしたり、ガエルから DJ にチェンジしたりとか、結構そういう、あ、楽しくやれそうなカードを選んでるっぽいですけど、そうですね、隣がね、やっぱりもう隣は隣でガチだからね、隣はもうガチすぎますね、あれ、だって仙台場所がもう発見良いから始まる仙台場所がもう誰がやってるかってもう即バレですけど、4位から始まり、うん、残ったとすごいですよね、いやでも隣はずっとそんな感じです、異種格闘技戦相撲 VS、 ちゃんとでも目田さんはこう子守をして、子供を寝かせてから
その時間で来てくれてるみたいなんで。おー、いいパパじゃないですか。そうなんですよ。さっき子供のあの画像を見せてもらったんですけど、めっちゃ可愛いっす、うん、そりゃ額ですそういうの見るとね、うん、僕らも欲しいなってなりますよね。あ、なるほど、うん、いや、ご予定あるんですか。ないっす分かってんだろ。なんかゲーセンっぽくていいっすね。そうですね、うん、そもそも去年救急車で運ばれたやつにはね、いると思うかって話ですよ。いや、そうですね、もう大丈夫なんですか、隊長は。あ、そこそこ、うん、まだちょっとケアしつつって感じ。あの、来週ね、来週ぐらい YouTube でやってみたいですね。あ、そうっすね、うん、用意はしています。うん、ちょっとなんかその辺どう違うのかもね、見てみたいんで。確かこれはちょっとやってみるかじゃ、うん。まあ、そのちょっとごめん。あ、了解です、はい。いや、もう男さんがすごい悔しそうですね、これねやっぱりそのすごく久しぶりにゲーセン来たみたいですけど、やっぱり中身はゲーマーなんですね、変わらずね、うん。今の読み合いもいいですね。足払いを読んで前飛びするっていう。悔しそう。今ちょうど固まった時にあのね、走って投げるっていうね。樋口さんが来ましたね、樋口さん。この流山にもね、すごい難しいんですよね。上も下も見てなきゃいけないって組み合わせなんで、下通れば置き攻め、上通っても置き攻めですからね。
ああ。はい、じゃあなんか、ラリオさんと樋口さんのなんかベガガイル5先らしいですね。ちょっとじゃあ用意しましょう。てかもう始まってるけど。早いよ。早いよ。はい、じゃあみんなやる気勢です、対戦会終わった後もこんな感じで、何先勝負というのでちょっと今始まりました。はい、もう始まってます。早いです。はい、早いです。はい、ちょっとね急に始まったんでまだ準備がねできてないんですけど。はい、じゃあこんな感じです。ラリオさん、樋口さんのガイルベガ5先ですね。はい、まあ実況は喋る人いないんで私がやります。松也がやります。よろしくお願いします。まあそんな感じでこの組み合わせよく分かってないですけれどもそんなやつが実況してえんかと。めくりから最後は無双三段しっかり決めて、まずはラリオさん1勝。早いねこのゲームね。やっぱりね知ってる、このゲームは早い。はい、ラリオさん1勝です。5先ですね。だ結構なんかこの組み合わせはどうちょっとねどっちがどっちってのは分からないんですけれども、誰か分かる人いるといいんだけど。さあみんな割と観戦に夢中です。ソニック当たってソニック当たってと。さあこれはちょっとガイルの旗色悪いかなというところで、まあ一発組めば終わりなんですけど、こういうところから勝負が決まる。しかし最後は暴れを読んでサマーでもワンチャンかけていったけど、ここはさすがに通らず、まずは樋口さん、さあ1本取って2戦目ヘッドプレスをサマーで切り返して、さあしかしベガの歩きの大足が当たって、さあここは飛び道具ソニックをうまく使いつつ体力リード、しっかりヘッドプレスは上りジャンプ台系で返していくとしっかりしますね。さあ取り返して第3ラウンド、このソニックどうするかですね。なんか見てるとやっぱり、さあここはサイコで強引に切り返していく、もうしっかりラリオさんが対応。さあ着地硬直にいろいろ技を狙っていくが、さあ膝が潰れ、膝が潰せる、潰さ、何言ってんだ俺さあ膝が潰れてからの、しかしその後の立ち回りしっかりと飛び道具ソニック部もうまく使いつつ、この試合もラリオさん勝利。たまにあの咳込むとかじゃなくて、たまにね単語が言えなくなる時があるんで、これは病気ですねさあ2勝でラリオさん2勝、めくりを食らい投げ、さあソニックと足が打ち、多分中足か大足でしょう。やっぱりこのソニックの対応をうまくできないとベガ側辛そうですね。中足ソニック、さあ飛びにヒット、さあ暴れてダブル2から投げてしゃがみ中キック、先置きが勝つ、ジャンプ台系の先端が長い、ここは半角なしだが上から通って投げにはいかない、あえて固める。さあしかしベガはゲージ溜まって、さあこれは飛びが最後入った、まあ相打ち OK の飛びですね今のは多分。さあ樋口さんが1本、さあ1勝取れるか、足払い見てから最高小中、しかしソニックで空中ヒットからの飛びから投げ、体力リード、相打ちからソニックしっかり相打ちで返していく、体力勝ってるのでこれはもう相打ちですね。さあ先端返して位置が変わったとこで歩き投げ、ベガの歩きが速い。さあこれで取り返した樋口さん、一戦2勝1敗。はい、では4試合目、コメントそうですねまあ何先っていうの何先っていうのはツイッターで言ってないから、唐突に始まりすぎて僕もちょっとマイクであのギリギリ喋るのが限界だったんで、まあ仕方がない。さあいい勝負、
足払い、最後は投げようとしたんですかね、結構めり込んだように見えたんですけど投げ間に合わず、しゃがみ中継で暴れた樋口さんがまず一本選手。さあ置き中継、立ち台系と当たって、あれフィオリッチじゃねこれ。さあしかしここは投げて切り返す、ショーソニック、スタブ、ダイソニック。さあソニックを大足で落として、さあでもいい勝負ですよ、実は体力競っている。さあ最後はしゃがみ中キック、ここは取り返していったラリオがいる、ラリオさん取り返してファイナルラウンド。飛びが相打ち、しゃがみアッパーでしっかり反応していたラリオがいる、めくりからこれはやっちゃった、最後はド安定のしゃがみ中継からダブルニープレス、樋口さんがこれでお2勝。さあ星が並びました。さあ樋口さん2勝で並びましたね。さあいろいろありましたけれども、さあまずちょっと僕はいろいろ裏でやってる間に、まずはラリオさんが一本選手。さあ開幕すらとスイジャンが噛み合って、反撃はちょっと安かった、サーマーの隙にちょっと反撃が入れられなかったが、体力はまだそれでもガイルがリードしていると思ったら、ここでガイルがリードですね。さあソニック踏んでしまう、ソニック重ねからジャンプ中 P で返して、ソニックソニック投げと、ここは強気の投げの選択肢。さあこれでラリオさんがまたリード3勝です。さあポンさあ X の5作勝負ポンポン進んでおりますが、ラリオさんが今 3-2 で、1戦リードしている状態です。さあこの組み合わせもかなりお互い結構やってるっぽいんでね、もう人読み含めた上での対戦となると思ってるんで思うんですが、さあ切ってサマーで切るがめくり、セットプレーミスから相打ち取って体力リード、しかしうわー今のうめえ。さあ樋口さんのこのベガのスライディングに対ししっかり見ていたラリオガイル、サマーソルトで切り返してお見事と。まずは一本選手、今の反応良かったですね、しっかり下を見ていた。まだガードすればまだ良かったかもしれないですけどね、普通にサマーでも完全に自信を持って切り返していきましたね最後。さあしかし始まった2ラウンド目、さあここで体力並んでめくりが入って、小中サマーから今度はめくり小系からそのまま直で投げて、ここもラリオガイルが勝利4対2。さあ4対2でラリオガイルが、マッチポイント。さあ割といい勝負かと思った矢先のラリオガイルの、さあ立て続けの勝利。さあめくり落ちない、あれもう負けるんだ。さあこれでベガが体力リード、スラが当たる、投げは抜けていた、しっかりダメージは最小、立ち中継当たって、さあ最後は足の振り合い判定勝ち。まずは樋口ベガが一本選手、置き中足がしゃがみ中足に当たった感じですかね。さあサマーは相打ち、足払いよく見ている、ダブル2で反撃取ってめくりからのセットプレー、置き中足が相打ち、ジャンプ中ピー当たった、見逃さない、しっかり3発当てて、さあ足が長い、ソニックソニックソニックで追い返す、ダブル2が当たる、しゃがみ中継振ったところめくりだった。さあこのめくりが最後サマー当たらず、樋口ベガーがここでまたさあ差を詰めにかかる。さあもう一勝取れればダブルリーチ4対3。さあ競ってきましたが依然ラリオガイルがリーチ、
さあ再開幕のランダー飛び道具を起点に固めていく。さあソニックの打とうとしたところに中継が当たる。上から踏むがこれは打ちで返す。ダブル2はソニックで撃墜。めくり入って焼酎様無双3段からのめくり消去と。まずはラリオガイル一本選手、これでリーチですね。さあソニック飛んでいくがここはしっかりリフトで返していく。少々ソニックを踏んでしまう。さあ無双3段からのもう1回、これは最後はもう1回無双3段決めてということで、ラリオさんが5対3で勝利です。お疲れ様でした。ラリオさんが5対3ですね。おめえ強えなとドラゴンボール風にコメントを返していたラリオさんです。いいですね。はい、突発の5作勝負はラリオさんの、5対3でラリオガイルが勝利となります。この後はやるのかな。お、マンジマルさんのガイルと、ベンダさんの、一応配信台でやってくれると助かるかな。だった、入れちゃった。こっちお金入れちゃった配信外でやってしまったね。さあやる気のまんじまるさんが配信台じゃない方の方でお金入れてしまったらしい。あー、じゃあこれはすいません、もう本人たちがもうそのまま始めちゃったんですけど申し訳ない、これは配信台外でなんかやっちゃってるみたいなんで、とりあえず一旦終了ですかねこれはすいません。なんかさあ配信台以外でやっちゃう、お金入れちゃってそのまま継続で始めちゃったんで、これどうしようもないですあと思ったんだけど、あなるほど、はい、大丈夫です、やるそうですね。はい、やります、お金を払っ別な台にお金入れちゃったんですけど、他にの試合やる方にそっちそのクレジット譲ったらしいですね。やるそうです。はい、はい、じゃあ 1P がベンダさんの X ホンダ、対する 2P マンジマルさんの、ガイル。あれ、ホンダじゃないの嘘。あー、なるほど、そういうことか。はいはい、失礼。ダルシムステージの、処理の兼ね合いで、ステージ、調整してから入るそうです。新キャラステージになるまでちょっとお待ちください的な感じですね。さすがにまんじまるさんがダルシムに負けないと思うから安心だと思うんですけれども、さすがの CPU 戦1人目、負けたら負けたりそれはそれで面白いあー、ダルシムが空気を読みましたね。新キャラステージになれば開始です。はい、新キャラステージ OK。はい、では引き続き五作勝負、ベンダ X ホンダ対マンジマルの X ホンダ。さあこの組み合わせはどっちもどっちっていうのかな。近づけばホンダ、ただ近づくまでの過程がすごく難しいのが、ホンダ側。ガイルはもう近づかせないでも一生飛び道具打ちつくシューティングモードでなるべく勝負を決めていきたい。まあそんなとこですね。ただ言うてもこの組み合わせかなりホンダ側がその自分の勝ち方に持っていくのがかなり大変なので、どうやってあのガイル側に触っていくかですね。あ、こういうのはまずい。さあしっかり下げていたからの脚裂で削る。さあしかし勝負を決めるまでには至らない。こういうのが結構めんどくさい。さあしゃがみショーピーで地味ながらも残り一発圏内、最後はしゃがみショーピーの連射で頭突きを返していく。さあまず1本取ったのは
万事丸さんのガイル立ち台系からのソニックで押し返す。さあこの走った後ですね、やっぱどうやってダウン取るか。百貫落とし、しゃがみアッパーでこれ一応相打ち狙いですね。あっと入って圏内ですが、ソニック最後はソニックの手元を狙って一応しゃがみ中盤ですかね、置いたんですけれども、キリキリソニックが、射程外。さあこれでまずまんじまるさんが一勝。さあまずはまんじまるさんの一勝から始まったこの5先。さあやっぱりまんじまるさんが徹底してますね。しっかりソニック置きつつ、さあ突発でくる百裂張り手と、頭突きに関してはしゃがみショーピーの連射で止めていくと、かなり徹底した立ち回り。あとは百貫落としをためが完成している間に、ためが完成していないときに、触られないようにしっかりと立ち回っている、まんじまるガイル、かなり徹底してますね。頭突き、さあここまでほぼ完璧ですね。さあしっかり押し返していく。さあベンダホンダは体力的にはリード。さあこうなるとまずいぞ。さあワンタッチで終わる。最後は立ち台系先置きで決めていく。これで 1-1、 先置きの立ち台系開幕読み合い当たる。しかし最後中継エソニックと、さあ体力を一気に持っていく。百貫落としをうまくす。さあ後ろ中継ですね、ソニックソバットで距離調整をしつつ、さあ上を取られてしまうがまずいよ。さあしかしそれでもまだホンダ側がいろいろ仕掛けなきゃいけない。さあどうする。うっ、さあリーチ、やっと足が先に当たった。なんといういい勝負、なんという今の本当に0コンマ何秒ぐらいの差ですね。ベンダホンダが取り返す。さあ今のマンジモさんでもちょっとあれですね、取りたかった試合ではありますね今のは。さあ 1-1、 流れが変わらないといいんですが、まあ、何はともあれベンダさんが流れに乗ってしまうとそのまま近づき方を知ってしまうとまずいですね。マンジマルさんの今日の動きはある程度、分かった上で読み合いを作って流れを作っていく。完全にバレてしまうと結構まずいですよこれ。さあこの完成していないとき、サマーのためが完成していないときに触られるのが一番ガイル側としては非常に危険。頭突きしっかりコパンで返す。百貫落とし、足払い、目の前落ちを見逃さない。徹底して徹底して、最後はチューピー。百貫百裂からのありますよこれ。百貫打ち、これはガイル立たないでしょう。ダブル KO、 これはまあベンダさん的には全然 OK ですね。かなり体力まくったんで。さあ2ラウンド目ソニックを踏んでしまって、さあ頭突きに対してはソニックもう強気で早めに打っていく。ソニック対空、ジャックソニックで対空していく。 X は球の判定が非常に大きいので、こういう対空に対空処理で球を使うというのはね結構日常茶飯事で見ます。さあもちろん球で対空するときはジャックで引きつけて打つと。さあ百貫落とし相打ちからの、しかし体力がちょっと心もとない。最後は鬼無双を打っていく。相打ちでも OK のリフトアッパー。さあこれでまんじまるさんが一本選手、一回ダブル KO を挟んでいるので、さあ第3ラウンド、さあ取り返せるかというところ。先置きタイミングをしっかり見ている。中継ソバットリ、距離調整がうまい。空対空で返して、さあいかなる手段を用いても絶対に近づけさせないこの意思を感じる。さあ先置きしゃがみジャンプ中 P、 頭突き頭突き、さあっと最後は踏んでしまう。さあこれでまんじまるさんがまたリード、2勝1敗まんじまるさんがリード。さあまんじまるさんが徹底してますね本当に。まあ徹底しないとホンダ側があっという間に終わる組み合わせなんで、ソバットで距離調整をしつつしっかり百貫落としを返していく。
さあダイソニック、この試乗中台使い分けられるだけでホンダ側はこの飛びのソニックの処理が非常に難しい。ピクと当たらず、さあ空対空、さあここは読み合いですね。超先出しのジャンプ台 P 全然あるぞあるぞ、あっと詐欺ってあれサマー確か詐欺れるんですけど、ダブルサマーは無理。さあ取ったのはアンジェマルガイル、頭突きが当たる。さあ危ないよ、結構こういうのが危ないですねこの組み合わせ本当に。さあ先置きの足払い、サマーしっかり上を見ているぞ。さあしっかりソニックをスイジャンで返して立ち台系当てていく。さあ対空ミス、処理ミス、これはまずい。若干落とし、お尻にオーラがあるぞと、あのお尻のちょっと皮ぐらいにもね、なんか知んないけど恐ろしい判定持ってるんで。さあこれで 1-1、 ここの試合はベンダさん的には取っていきたい試合ですけれども、第3ラウンドちょっと旗色が悪い。さあ歩いて近づく、あえて歩いて近づく、100回落とし、ソニックを打った直後であれば返すのは難しい。ダイソニック中継で飛び込む、さあ分かんなくなってきたが、ここで頭突きで返す、見逃さない、100列鬼無双、バックジャンプで返して、なんだ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 、いろいろあった。今のはちょっと悔しそうですね、今のはちょっとベンダーさんが悔しい。冷静に見てれば立ち台パンチとかで落とせる前、技だったんですけれども、まあ、ちょっとね状況が変わりすぎた、いろいろあってマンジュマルさんがこれで3勝。今の難しいです本当、こうすればよかったってね僕はあの気軽に言えるけれども、やってる本人はまた別なところに意識向いたりしてるんで、客観的に見れば一応正解はそれだけどというところですけどね、難しいです。さあこのラウンドもマンジマルガイルが基本的には立ち回りを優勢に取っていく、しっかりサマーで切っていく、最後はソニックからジャンプ台系、まずはマンジマルガイルが一本選手、しゃがみ中 P、 あれしゃがみ中パンすごいですね、しゃがみ小パンか、相打ち若干タナタ立ち台系は足払い、あれはしゃがみ台系より多分前広いですよね、あの立ち台系、これが長い、なたがって足払いの隙から100列をぶっ刺していく、取り返したベンダーホンダ。さああるよ、第3ラウンド先置きのなたがやっぱりね 先に判定を置いてしまえばしゃがみ中継潰れるんで、さあここをうまく駆使していった形、100巻で相打ち取って画面足をあくまで背負わせる形。さあ火力差では若干ガイルが有利ではあるが、逆下落とし、しかしここはしっかりためが完成している。ソニックこれはきついか、頭突きからの逆列、さあしかしここは鬼武装打つしかない、逆下落とし、であっと最後はユチ。さあこれで取り返して、あずさ取っていったマンジマルガイル、4対1。さあマンジマルさん超徹底しますね、ソニック足払いとソニックは打ちからのソニックソバット、そして上はしっかりサマーで落とす、徹底するマンジマルガイル。ベンダさんもあの手この手で近づいていくんですが、ちょっと、ま、今日のマンジマルさんのガイルのこの対応素晴らしいですね。さあ、ゆちからの、さあ、どう、コパン巻いてたんですけどね、今、ちょうど戻りにヒットした形、さあ、これはあやかっていきたい、ベンダホンダ、これは取り返していきたいですね。さあ、飛びよう、再び3回通して、2度あることは3度あるよと、3回目通して、最後はもう1回、ジャンプ中継、このラウンドは一気稼ぎに取っていったベンダホンダ。4対2、さあありますよこれ、5先勝負中、ただいまマンジマルさん4対2リード、開幕100列ナタが入る、詐欺のタイミングで、すかし
ジャンプ中桁打ち。さあこうなるとソニック打った後の飛びが割と大正義になる。相打ちでいいんですよね、あの体力なくなるんで。相打ち、ナタと相打ち。さあ飛びが入って最後逆列と体力リードした瞬間のこの本田の飛びは相打ちじゃないと落とせない。ソニックのためが完成してれば一方的に勝てるんですが、さあ空対空ある程度意識させつつ、ソニック、ソニック、ここはうまく距離調整をするが頭突きが入る。しゃがみ中継重ねて百列で削る。そしてソニック打ったら飛んでいく。さあどうだ、ナタが当たらない。あるよ。さあうんと最後は強気にナタを仕掛けていったが、ここは返されてしまう。さあマンジマルさんマッチポイント。相打ちからの百列、ナタジャンプ中継、体力リードはベアット。これで変わった頭突き、あっとあるよ。中継から百列、ナタが入って、さっきと同じような展開。どうだ、最後はよく見ていた。サマーソルト勝負ありということで、ベンダホンダ対マンジマルガイル2対5で、マンジマルガイルの、マンジマルさんのガイルの勝利です。お疲れ様でした。はい、ということで、両者お疲れ様でした。みんなやったかな。みんなやった。え俺っすか、俺と誰がやるんですか。なんで俺とベンナさんを毎回当てたがる。どういう、しかもベンナさん今やったばっかでしょ。ここはまあ誰がやりたいか、まあ僕は一向に構わないです。僕は一向に構わないです。はい、誰かやりたい人がいらっしゃれば。やります。じゃあマンジマルさんやりますか。じゃあマンジマルさんと私か。そうですね、じゃあマンジマルさんと僕か。はい、じゃあ五尺勝負3発目、なんか僕とマンジマルさんとのことです。一応じゃあ、はい、じゃあベンダさんお願いしていいですか。次は島津屋龍対マンジガイルですね。これは伝統の一戦で DJ ステージなので速さは必要と。開幕はソニックをもらう、2発連続でもらう。これは勝利でない。竜巻は先読み気味に出してましたね。そして遠距離の球の打ち合い、真空は溜まってるので下手にソニックは打てない。ガイルも真空を警戒して、そうですね、これ一応見てからガードが間に合うというやつですね。割り込み昇竜、そして飛びからの第5差は繋がってないが、これは厳しい。おお、ぶっ放し様、これは表ですね。ちょっと飛びが早かったので着地投げが決まってしまうということで、1本目は島津田竜、ね、そして2本目ソニックが当たる。また遠距離の球の打ち合いになっているが、なかなかお互い前飛びは難しいところですね。龍が前に出るが、ここは裏剣でお釣りを上がると。また勝利出ないが、今度は割り込み気味に勝利入ると。これもお釣りが入る距離ですね。岩佐じゃないが竜巻が決まって、
ちょっと体力的には龍が厳しいが、まだ真空を持っているので一発があるところですね。これです。何かを出そうとしたところに真空がズバリ刺さると、これは相打ちでも OK というやつですかね。最悪でもダブル KO になるという見越しでしょうかね。まず1試合目は島津屋龍、1試合目、反映されてますね。で、さて2試合目は、おお、しゃがみチューパーにやつ竜巻を入れて、ここからまた真空が入れる。この当てどころがうまいですね。ここからは、しかしもらっちゃった、余計なことをしちゃった。根元から食らうとこれ6発フルヒットということで、これはもったいない。さあ2ラウンド目は波動をもらう、竜巻で逃げるが、ここは相打ちになってしまって、ガイル的にはもったいないところ。もうこれももうちょっともったいないくらい方ですね。今の竜巻はちょうどリフトアッパーが入るようなところでしたけれども、裏剣はしっかりお釣りを入れる。さあここも真空を警戒する間合いですね。前に出てこれだ。さっきからズバリの真空が当たりまくってますね。松屋龍が取り返して3ラウンド目食らう。ここから少しずつ前に出て波動を打つと、恐る恐る波動を打つが、この距離は裏剣をお釣りでもらってしまうところですね。また前に出て端に追い詰めるが、ここはこれはこうなりますけれども、まあフルヒットではない。ちょっと空中で当たっちゃったので真空がフルヒットではないが、これは厳しい、見てますね。というわけで2試合目も始末や理由だと。さて3試合目、開幕は竜巻、おおリバサじゃないけれども勝利が入って、ダイゴスから中足ハローとゲージが一気に溜まりますね。ここは強気に波動を打っている竜、竜巻がちょっと怪しいけれども一方的に当たる、ガイルが今度は前に出る、中足を当てまくる、飛び道具は相打ち、波動で真空、これは当たらないが、飛んできたところ、これはもう余裕で昇竜が当たるところでしたね。先読み気味の竜巻だが、竜としては相打ちは悪くない。おい、アッパーからこの距離は昇竜入らないですね。さあ積極的に前に出るガイル、もしここでまた真空が溜まってしまうが、中足の隙が少ないのでなんとかガード間に合うと。この相打ちは竜にとって悪くない。さあ再度間合いを離して、若干体力は竜がリードだが、まだまだ分かんないが、昇竜出ない。今のは明らかに昇竜のコマンドミスですかね。さあ体力が逆転されてしまった。うまい、今の台足うまかったですね。ここで始末屋龍が3連勝すると。で4試合目、うまい、台足がソニックの出かかりに当たって、この踏み込みはいい踏み込みですよね。ここは相打ち OK のファイヤータイプハード投げる。おお、今の大キックもうまい。さあここで真空が固まった。
あ、今度ちゃんと当てた。ちょうど中足を当てに行ったところにまたしても真空が当たるって。ガイルは結局この真空が溜まったところで下手に中足を出してしまうと全部もらってしまうので、いかにガードできるようにするかが問題ですかね。体力は5分。ここで龍は飛んで仕掛けますよね。曲げに行く。受け身がない。足払いは助かった。今度はガード。端に追い詰めてるのでかなりこれ体力的にも間合い的にも龍がいけるところ、うん、これは余ってますね。我慢しきれず飛んだところに大昇龍が当たって、これで4戦連勝ということで、これでスナチア龍がリーチですよ。さあこのままスナチア龍が5連勝で終わってしまうのか。5試合目、ここはお釣りが入らない局ですね。少しずつ近寄りながら飛び道具を打って、あっという間に端っこに始末や龍が追い詰めると。そのさっきから龍がガイルを端に追い詰める場面がよく見られてますけれども、この端に追い詰めるかどうかのところで勝敗が分かれているような気がしなくもない。そしてこうなるとガイルも下手に球を打てなくなるので、龍の球を見てから総裁するという話になるけれども、それだとただ体力的には龍が取ってる。おこれは最後に健康一滴のジャンプ台形を当ててギリギリのところでガイルが逃げ切ると。なぜかこれスコアがゼロになってましたね。さあ2ラウンド目もじりじり龍が前に出ながら波動を打つというスタイルに変わりがないと。やっぱりこの飛んできたところに大昇龍というのを何度か見せているので、ガイル側もなかなか飛びにくくなっているような気がします。これですね、これを何回かやられるとこう飛びづらくなってしまうので、龍は基本的に球を打って前に出ると。ああ、そして今度はソニックの出がかりですかね。この距離だと真空を全部もらってしまう。始末や龍がリーチです。ここのファイヤーをこける。ここはアイボスが2発当たって体力がもう半分近くなってしまった。これは超龍間に合う距離です。またダイモスが当たる。そして端に追い詰めて波動を打たれるときつい。これ真空でしやられる。あーというわけで5勝0敗で始末や龍の勝利でした。続きまして、始末屋さんが連戦ですね。今度も龍ガイルということで、ガイルは今度は樋口さんに代わっています。始末屋さんの戦闘スタイルは先ほどと基本的には変わらずに、じりじり前に出ながら波動を打って追い詰めるスタイルです。今のところガイルの飛びが通っていて、体力的にはガイルがリードしている。ただいつもの真空がまだ残っているのでわからない。しかもこれ端に追い詰められてしまった。これはおー対空シンクルからの
マリオパンチ、これは確かに空中でつながる間合いだし勝ち切れるという踏んでのことでしょうね。大勝利当たって、おさっきもこれ見た、ジャンプ台系からの中ゴスでしたね。そしてピヨってしまって、あっという間に2ラウンド目は終了ということで、島津屋龍がこれで、1勝0敗ということで、カエル戦でいうと6連勝ですね。まあ、今度は色を変えてダッシュカラーになりましたね。ヒゲチガイル、おお勝利出ない。今のところ通常技が当たりまくってガイルが有利だ。これはあうまくお釣りが入らなかった。勝利はぶっ放し気味、投げに行く。ガイルはシン君がたまる前に殺し切りたいところと思ったらサニトビができず、バックドロップで投げてガイルが1本取ると、竜巻にはちゃんとサマーが入った。大キック相打ち、理由的には悪くない。投げる、この投げはもうガイル的にはしょうがないですね。ただ追い詰められてしまった後は厳しい。こうやって波動を踏んでしまうとなかなか次の飛ぶタイミングが見えない。シンクはちゃんと見ていたが、歩いていって右足からのファイヤー波動、ちゃんと技が出ている。これ結構波動が昇竜に漏れたりすると大変なことになってしまいますからね。相打ち OK のファイヤー波動、一瞬置いて大足置くと波動当たる。さあ大ゴスからの飛ぶだろうということで大昇竜、これが最大行動。そしてまた端に追い詰めてしまう、竜巻が裏当たり、これは理由的にはラッキー。これは逃げられた、もう竜は無理しなくていいような体力になってますね。カイルはもうこれガードできない、ガードもできないよ、しかも時間がない。あの飛びをガードしてしまうともう波動がガード確定になってしまうので体力ゼロだとしょうがないですね。まあまたしても始末は理由が分かって2勝0敗。3試合目なおも波動を強気に打って、おお波動を竜巻昇竜やりたい放題ですね。ゲージはたまる、前足がうまいところで刺さってますね。波動を踏んでしまう、踏んでしまう、これは波動を昇竜をきちんと読んでいた。ナイスガード、おお裏剣が生で当たり、あー大キックで倒せなかったが、先読み気味のジャンプショーパン、これはもう当たりさえすれば勝てると踏んでの出しっぱなしなんでしょうかね。勝利見ていた、投げる、これで追い込まれる。ジャンプ大パンチで波動をかわせなかったですね。今回も同じですね、ちょっと飛びが早いのかもしれないですね。そして大ゴスから投げに行ってということで、ほぼパーフェクト勝ち。あ3ラウンド目なんかカクカクしていたぞ龍。波動の出かかりに中結構当てる、裏剣も当てて、昇竜は空振りだが何も技は入らない。トルネリアッパー、波動波動対空波動ですね。飛びからの投げでこれでまたしても追い詰める。おおガイルの台足の隙に竜の台足を入れるのがうまい。そしてダブルサバーがパス当たりしたところで再度仕切り直し、おおこれ一方的に波動が当たってガイル的には惜しくない。あこれだ、ジャンプ台系からまあ投げに行くか台足に行くか中足かあるいは真空かというところで、ガイルがなんかパンチが出かかってた気がするので投げに行こうとしてたんですかね。そこに真空がザザッと刺さってしまったということで、始末は3連勝めくり。
タイゴスからの中足、大足、波動で一気にゲージが溜まる。大足をもらってしまうが、リバーサルじゃないけど竜巻が決まった。なかなかガイルが今3連敗中ですけれども、なかなかこうどうやって勝ちにつなげるかっていうビジョンが見えづらくなっているところか。これはおお強気に投げていたが減らない。ガイルの投げなかなか減らないですからね。チュンリーの投げだからと一気にやられてしまうところでしょうけれども、そして今度は空対空でマリオパンチが入った。波動、もうガイルが前に歩いちゃうとソニック打ってないのは分かっているので、お釣りの飛び道具総裁の裏剣をもらわないということで、竜も強気に波動を打っていけるというところでしょうかね。ファイヤーが速い。ここからおお、うまい投げ返し。こんな投げに行こうとしたが今度はバレていた。さあガエルが体力的に有利だがあんまり安心できないところですね。真空も溜まりました。さああと一発ガエル、ダブルサマーのガードで間に合うというところでしたね。今竜しゃがんでれば透かせたのかな、微妙な距離ですね。多分立ち消去が出ていたのでそこにサマーがかすってというところでした。まあ投げる、まあ、ここで毎度おなじみの端に追い詰めてジャンプ大パンで飛び道具をかわせないという何回か見た光景ですね。今度は成功。おお昇竜じゃなくて小判だがラッキーでしたね。体力的に厳しい。真空はガード、そして中足が当たってこれでリーチ。これで松屋龍がガイル戦通算9連勝で、樋口戦でいうと 4-0。 このまま勝ってしまうのか。最後はダッシュカラーになった樋口ガイル。波動、大ボス一瞬置いて大足、そして昇竜、中昇竜でしたね。おっ冷静に裏剣を入れる。ガード、おお蹴りを入れて、これを釣り入らなかった。波動昇竜入りますよね。ここは飛ぶだろうと。なかなかガイルの場合だと波動に飛びが入っても3打が決まる場合でないとその後が続かないので、竜が体力リードしてしまうと厳しいというところですかね。竜がリーチをかけている。またしても端に追い詰めて、またしても踏んでしまう。ペイントを交えながら波動を打っている。これです。最後はソニックのところにドンピシャで波動が当たるということで、またしても島津屋龍が5連勝。さあガイル3連勝ですかね。このまま島津屋龍を気持ちよくさせて帰るわけにはいかないということで、お仕置きに行きましたね。さあボス格のラリオガイルですね。では戦績は一戦一旦リセットしましょうかね。まあ、ラリオさんも何が本キャラなのかと言われるとガイルではないのかもしれないが、かなりガイルもやり込んでいるので、ここは今までのようには行かせないぞと。おお聖剣突き、ガイルが前に出る。あら当たってしまった。真空のヒット率がさっきから尋常ではない。
ライキック、あーライキックのところにファイヤーが当たってしまって、ここは全部ガード、飛びは見ている、今度また飛びからの中腰であると、あと処理は出ない、一旦バックジャンプで優雅仕切り直す、ここはブラケンが速い、おーナイスファイヤーガードですね、飛んでここからの策は真空が来ると思ってガード、今度はスパコン、あー当たんない、確かにちょっと前が遠かったので、ここは波動ですかね、ファイヤー波動、この場合飛び道具を打つのはお互い怖い、あと一発で死んでしまうので、前に出るが時間がないぞ、ヒュッとガイルが我慢しきれなくて飛んだところに待ってましたとばかりに昇竜が当たって、うわー、ここで下津谷龍が正面2戦目色は茶色ですね、ガイル竜巻が入る、おー中ですリュウの飛びからのタクがなかなか冴えてますね、投げるガイル的にはまあ打ち OK ですかね、この投げ受け身がなかった、さあこれ波動打つだろうと、ここ投げくだろうということでうまいこと投げ返した、ガイルが先行、おおリフトアッパーが逆に出てしまう、今度はちゃんと出た、リフトアッパー冷静に返す、今のところガイルペースで進んでいますね、投げる裏剣入る、まあガイルがどんどん前に出るスタンスで、あーこれジャンプ大パンを入れようとしたんでしょうけれども、ちょっと距離が悪かったかな、飛んでさあどう出るか、投げる、まあ投げれば死なないのはしょうがないということですかね、投げる強気強気ですね、ここで始末屋龍のガイル戦の連勝が止まる、3試合目ファイヤーハード飛びからの今度は何が来るか、ここはゲージダメに徹した、飛びガイルは積極的に前に出る、冷静に裏剣竜巻相手、めくりがちょっと使ってしまう距離だった、ガイルの投げが下げて冴えてますね、おう、コパンで落とす、安いが確実、さっきから前に出ると投げが多い、今度はめくり、あ、またしてもスカルか、ことなきを得た、投げる、飛び道具を打って手掛かりに大蹴りを当てる、前に出たところに竜巻、真空溜まった、投げ落としました今、露骨、うん、大キック相打ち、ここから飛んでさあどう来るかだな、おお今真空怖かった、真空ガードしてこのままガイルが体力的に、あーリエが逆転で、これは厳しい、いい試合、3ラウンド目竜巻をソニックに当てる、私でもめくりが使ってますね、強気の昇竜、波動外野手転ばなかった、空中張ったか、今度はあー飛びが使う、飛びがさっきから竜の飛びが使っている、これがプレッシャーか、聖剣真空をガードするがガイルが体力的に厳しい、前に出て投げに来るのかな、うーん怖い、中継かな、最後の飛びはもう相打ち OK ということで強気だったんですかね、
島津屋龍か2勝目。ああ、4試合目かな。島津屋龍が2勝1敗。うん、スカル。そう、ラリオさんは前に出るスタイルなので、なかなか龍も端っこに追い詰めることができないでいるというところですかね。波動を踏んでしまう、投げて、ここからだ。うん、今のマリオパンチは何かのコマミスですかね。ファイヤーではない。竜巻が当たる。波動。うん、中足、これはスカル。さあ、こうやって端に追い詰めていったが、竜巻を先読み気味で出してなんとか乗り切ると。あー、食らってしまった。しかし出ない、技が出ない。めくりをガードして強気に昇竜を出したと。ガードできないだろうということで1-1。前に出る、入る。投げ落としたかな、裏剣。ここで一旦仕切り直し。あれ、大キックが出るかと思ったら一方的に食らってしまった。これも相打ちならず。飛びからの真空はちゃんと読んでいた。おお、中昇竜にお釣りサマー入れる。ちゃんと溜まっていましたね。ここからめくりにはいかず、中ボスだった相打ち。体力があまりないが、裏剣をきっちり入れてゼロドットでガイルが勝利。かなり拮抗した試合になってますね。2勝2敗。シーソーゲーム状態ですね。 2-2。 さあ、閉廷時間も迫ってきているが、シーソーゲームが続いてますね。ソニックから中足大キック、大キックがちゃんと当たる。この竜巻に冷静に大パンチのお釣りを入れたり、この大キックを入れたりしているあたりで確実にダメージを取っているというイメージですかね。あ、これは2段食らってしまった。キックはちゃんとガード、投げる、うん、ここは裏剣。相打ち OK で中足を入れたと。おっ、勝利出ない。暗い投げ、スタート。まあ、ひねる。おお、暗い投げ、裏剣が生で当たる。勝利の隙に中足をちゃんと入れると。竜巻にも冷静にお釣りを入れる。さあ、はじはじ前に歩いてきたところを強気に投げて3勝2敗、ラリオさんですね。さあ、6戦目。ここでラリオさんが2連勝で持ってきたかな。おお、3段きっちり入る。寄りはしなかったが、これはきっちり飛びをつながる距離で入れていたと。もう小キックで竜巻を返して、これはさすがに見ていた。こっからのタクは波動ガード。おお、ちゃんとお釣りを入れる。今の竜巻は
ガイルは何を出そうとしたのかな、飛んでしまったのかな。レクリーからのつながって3段つながる、一気に序盤で持っていった島津谷龍、しかも新球がある。さあて、まあ、こうなるとガイルはどんどん前に出て攻めるしかないんですけれども、投げようとしたところに真空が当たって3-3。3勝3敗ですね。おお、大野手の隙に大キックをきちんとガイルが入れると、飛んで、おお、小足前が離れないのでそのまま投げ抜けると。これは3段きっちり入れた、先を見た、めくりは読んでいた、投げる、サギ飛びは成功かな。あー、ソニックにサマーが竜巻が当たって、最後のめくりは見えなかったのかな。これガードしても多分ダブルサワーが入るので削り切れる体力だったかなと。ソニック入る、裏剣入るね、これも宇都宮入る、投げる、固まってると思って投げに行ったと。この辺の技の選択うまいですね。さあ最後の最後で島津谷龍が押し置きを受けてしまうのか。ラビオさんの3勝、あ、失礼、4勝3敗ですね。蹴りが入る、竜巻が入って、うん、最後龍の色が変わってますね。押しっぱなしから竜巻は読んでいた。おお、ライアシは入らないが、これは飛びもガード間に合う。勝利は怖かったが、飛びには相打ち OK のリップアッパーを入れて、これでリーチ。あの、飛んで投げる、受け身がない、再び勝利、外野手を入れるが投げる、おお、竜巻が出た、めくりから投げようとしたかな、これは、おお、ちょっと3段が入らなかった。ガイルがゼロドットだが、ゼロドットだった。これさあどこで波動を打つか、この内野手をガードしてしまうと波動が避けられない距離なのでしょうがなかったと。竜巻にはちゃんとサマーが入った、曲げる、蹴りがない、お釣り入れて前に歩く、これは一方的に大剣が入る、投げる、ピンチ龍、最後は波動を出そうとしたところに裏剣が当たって、これでラリオさんが3、5勝3敗で最後はガイルが勝って締めました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。最後は分からされました。はい、じゃあそんな感じで今日の、X の配信以上で終了です。皆さんね、今日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。